知って覚えてがむしゃらに動き、寝る前に今日一日を振り返り、誰かに甘えず、お前自身でどうすべきかを考えろ。ともかく動こう。これを理解し実行できれば、お前は変われる。必ず笑顔でいられるようになる。周りの人に笑顔を届けられるようになる。ネガティブな奴のざれ言など、気にしている時間などない。やらなきゃならないことが、どんどん溢れ出てくるはずだ。ネットの掲示板で誰かを否定することに、人生の残された大切な時間を使っても、お前の人生は何も変わらない。人生に迷った時は、難しい方、困難な方を取れ。これが、ガクトの基本だ。その方が、同じ時間を過ごしても、得られるものが多い。失った時間は返ってこない。僕にも、お前にも、タイムリミットがある。できるだけ早く貪欲に、多くの知識と経験を手に入れろ。そうすれば、その知識と経験は、誰にも奪われることのないお前だけの財産となり、お前の人生を鮮やかに彩ってくれる。だからこそ、忘れるな。辛い時こそ笑え。お前自身から逃げるな。迷うことがあれば、選択肢は常に難しく、苦しい方を取れ。すべての行動が、明日のお前となる。